には佐藤が入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが、得点圏には先制のランナーを置いています。ここはぜひとも先制して試合を優位に進めたいですよね。なるほど、そうですね。まず何を投げてくるか。初球時高く上がった。レフトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点を先制しました。レフトオーバーのタイムリーヒット。1対0、バファローズなおもチャンスです。